やーマジで本当に暑い、やばい、マジ本当暑い。なんで水なんですけど全然水ないです、マジで。エアーズロックに行く道はですね、休憩場に水のタンクがあったじゃないですか、たくさんね。でもこの道はですね、まあ、似たような環境ではあるのに、ということでね、なんか水があるっていう噂っていう、水があるって書いてあったのに、なんでこれない？全然ないやん、水。でもね、なんかね、その水があるって書いてあったので、こういう風にしてこれもう、僕今いるとこ、もうオーストラリアのマジ南側、オーストラリア大陸のめっちゃ南側ですもん。すげえこの景色。普通にクレートオーシャンロードよりすげえしね。あんまね、あれなんでちょっと止まれないっすね。ちょっと水が最優先。マジキャンプできるほどの水もないんで、マジでちょっと止まれないです。あー止まりたかったな。この水つきたくないんですけど、これね、キャンピングカーのうんこを流すとこなんですよ。で、うんこを流すなったのを洗うとこのとこにね、まあ水が必ずあるんですけど、まあそれが うんこをこう何こうきれいにするやつであって、まあ、汚いわけじゃないんですけど、なんとなく嫌で使いたくなかったんですけど、まあここしかなかったんで、ちょっとここはね、さっきのとこで水を補給しました。ってことで行ってみましょうか。ここちょっとわかんないですね、僕これ初めてなんですよ。何を聞かれるのか分かんないですけど、野菜とかそういうのはダメって、はい、え、どうして、
Thank you. Enjoy your trip around the store. Thank you. ニンニクがあったな、そういえば。ということで、さっきのとこから20キロ走ったかな、結構走りましたね、まあ、だいぶマシなとこに、出会いましたね。ちゃんとした休憩所です。今日はここで寝たいと思います。いや今日も疲れたな。400キロぐらい走ったんじゃないかな。最近ちょっと走りすぎ、ちょっとなんかきついもん、もう。あー、しかし寒いし、なんなん今日。さっきまでさ、ずっと暑い暑いって言ってたのに、今度は寒い寒いですからね。まあここら辺南の方は1日に四季が来るって言われるぐらい、まあ曇ったら寒いし、雨が降ったら寒いし、でも晴れたらクソ暑いとか、本当に1日に四季が来るって言われてるぐらいあれなんでね、そんな感じですね。もう時差があってですね、西オーストラリア州にさっきの検問所に入ったんですけど、時差があって2時間戻った。で今、5時47分なんですけど、多分サウスオーストラリア州の方は多分もう7時とかなってるんじゃないかな。もうもう日暮れのあれですね。ですね。疲れたマジで。ということでちょっとテントにしよう。今日は寒いんでテントを着てて、あったかいスープパスタでも作ろうかな。今日は作りたいと思います。さあ皆さんおはようございます。2月9日の朝です。木曜日ですね。ですね、調べ、多分ね、時差が多分2時間ぐらいあるんじゃないかな。あの南オーストラリア州、サウスオーストラリア州と西オーストラリア州、よくわかんないですけど、でも結構寝たんですよ今日。いやもう今日は曇りって分かったんで、寝れるだろうなって、暑くないんで、結構寝たんですけど、目が覚めたのが8時半ぐらいで、あれれみたいな。でも体ではね結構寝たですよね。時差があるんでちょっとよくわかんないんですよ。なんか南オーストラリア州で今何時かよくわかんないですねってことなんですけど、まあ朝ごはん食べたりして、今コーヒータイムにしてます。
いろんなね、こういうタンクには大体落書きしてるんですけど、日本語書いてある。タイマ大好き、みんなで吸おうぜ、ガンガンじゃん。誰や、これ書いた日本人。